魚に気づかれたら終わりです。今日は渓谷に魚を取りにやってまいりました。そこで皆さん、山に入る方はですね、ぜひ注意していただきたいのがクマですね。まあ僕は結構クマ可愛いなぐらい思って、危機意識があんまない人なんですけど、今回はですね、やっぱり山に暮らすものとして、まあこれは基本だということで、クマよけにですね、このクマよけ用の催涙スプレーを用意しました。皆さんもですね、クマ対策をしっかりして、山で楽しんでいただきたいなと思います。はい、それでは行ってみましょう。